2年ぶり5回目の選手権出場を目指す東海学園と4年ぶり7回目の出場を目指す東邦の一戦は前後半では決着がつかず延長前半東海学園久保選手が先制点。これが決勝点になるかと思われましたが東邦原選手が意地の同点弾、試合を振り出しに戻し勝負の行方は PK 戦に。6人目東海学園が外し東邦清水選手、東邦が4年ぶり7回目の優勝を果たしました。岐阜県は帝京大可児が4年連続9回目の出場、全国大会は来月28日に開幕します。